ただいま。うん、かなちゃんおかえり。ご飯は？いい、食べてきたから、うん、どうしたんだよ、暗い顔して。うん、僕はいつもこんな顔だよ。そうだけどさ、いつも以上に輪をかけて暗いぜ。先にお風呂行くわね。今日もバイトだったわけ？え、違うよ。じゃあ今の今まで何してたんだよ。大学休みだったんだろ。僕がどこで誰と何をしようがお前には関係ないだろ。そりゃそうだけど。何すんだよ。ごめん、僕のこと心配してくれてたんだよね。ありがとう、ケータ。別にそんなんじゃねえし。知り合いと出かける用事があってちょっと疲れちゃって。知り合い？イライラしちゃったよ、ごめんな。ふん、そうなんだ。不思議だな、僕よりも背が高いのにやっぱりケータって可愛い。ここ何年も心の距離が開いていた弟がこうして分かりやすく僕のことを気にかけてくれているのは嬉しいし、帰りを待っていてくれるのも心強い。あ、兄貴さ。ん？ちょっと返したいものがあるから俺の部屋来いよ。悪かったね、いろいろと連れ回してしまって。いえ、そんな。僕こそすみません、プレゼントをこんなに。ずっとね、連れて行きたかったんだ。え？いつも外に出かけるたびにここにイオリがいたらどんな表情を見せてくれるんだろうなって。そうなんですか。お店でイオリと会えない日、君を思わなかった日はないよ。あの、駅まで送っていただけるのはありがたいんですけど、この道駅と逆ですよね。どこ行くんですか？イオリ。あ、はい。今日楽しかった？はい、楽しかったです。それでも僕と付き合ってくれる気にはならなかったのかな？はい、すみません。だって僕はゲイじゃないから。どうして今日だってあんなに楽しそうにしていたのに、どうして僕は誰よりも君のことを大事にするのに、どうして。水原さん。友博だよ。え？僕の名前は水原友博。そんな他人行儀な呼び方はやめてくれ。友博さん、ここって。